です。シロの人ですね。声が聞こえる。大ギャラリー。練習日なのにすごい。サイプレあります。本番やっぱりに、あの、いろんな規制があって、フィーバーしてます。フィーバー感じますか？翔太さんもじゃあ翔太も出たんですよね。2014年です。普通に予選勝ち上がって出たんですか？あの日本女子ニットの優勝 の、その副賞として権利として出させてもらいました。じゃあ決勝本戦から？本戦からです。すごい。どうでした？いやもう後にも先にも、あんなに素晴らしい経験をしたのはないと思います。アマチュアの大会としては最高峰のものなので、それをこのプロのセッティングで、最高のセッティングでできたということは、ものすごい自分の財産になったと思います。一緒に回った方はどんな方なんですか？あの練習ラウンドは自分で好きな時間に枠に名前を書くことができるんですね。なのでもうせっかくこんなチャンスだと思って、あの渡辺彩香さんや、服部真由さんのところで、飛ばすそのドライビングを見たくて、勉強したくて、そこに自分から入れました。おお、自分でしかね言えないですもんね、はい、行くしかないですよね。自分からもうドキドキしながら入れました。すごく気さくに話してもらえたので、そこでもすごくいろいろ聞いたりして、はい、ちょうどこんな雰囲気ですよね。こんなにギャラリーいっぱいいるわけじゃないけど、定点にギャラリーの方がいるので、そこでも声かけてもらったりとか、メンバー表を見ているので、塩田さんですかって声かけてくれる方がいたので、すごくそこでもちょっといつもと違う、こうドキドキ感があって、すごく高揚したのを覚えてます。そうですよね。ギャラリーの圧がすごい。西澤さんとは何回か回ったこともあるんですか？右側にホテルありますね。
直撃するともうバインって跳ね返るかもうパシャーンっていくかなかなかしびれるほどいろんな意味で、うん、防弾ガラスなんじゃないですか、うん、そうですよね、うん、ゴルフボールくらいなら確かにご飯食べててもきっとうんってなるぐらいです、うんうん、本番初日は結構緊張しました。逆にやっぱりもう日本女子オープンでアマチュアの私からしたらすごく夢だったものが実際にできることになったので楽しみで仕方なかったです、はい、私よりも私の家族の方が緊張してました、はい、普段のラウンドと変わらないくらい、 いつもより楽しい逆に。そうです、逆にその緊張感も楽しくて楽しくて周りにこれだけギャラリーがいることもないですし、うん、セッティングも素晴らしいので、うん、本当に楽しかったことだけを覚えてます、お願いします。お願いします、はい、でまず一つ最初にお聞きしたいのが、うん、今3年目ということで、はい、1年目からどんどん、うん、成績が良くなっている中で、うん、食事や環境が全く違うとは思うんですけれども、うん、どうやって慣れていっていますか。最初の頃はちょっとなかなか難しかったんですけど、美味しいご飯食べながらとか周りの人たちといろいろ生活する中でちょっとずつ慣れてきたと思います。今回の女子オープンのことに関してなんですけども、コースのまず第一印象を聞かせていただいていいですか。2、3年って。このコースはちょっと風、いろんなできる限り日本語。どうぞ。갑자기일본말 아그래어여기좀코스가바람이많이불어서좀어렵고가세가세요그때아또그린뭐좀또아너무難しいんですけど아너그린그린그린과온드레이션과쭉잡다가또샷도세컨샷도그린고략시때또계산아그린을고략시때좀또계산시때샷도치는게대지잖아그러니까자마지막에視聴者の方に向けてアマチュアのゴルフがとても多い番組なので、うん、何か一言言っていただいてもいいですか。ペンチャー무승을꼭하고싶고많은관심과응원을부탁드리겠습니다。日本に来て今3年目でまだ優勝してないんですけど優勝したいというのとこれからもたくさんのイベントよろしくお願いします。はい、もうとっても。見た感じ皆さんがご存知の通りの方なのでもうファンがますますこれから増えると思います。で私も今日初めてお話できてでももうまたドキドキ女性でもドキドキさせてくれる選手だと思っています。またこれからもどうぞ応援していきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。ひつまぶしとうな重まであります。結構タレがねっとりしててそれが気になる。お店はどこにあるんですか。名古屋城の中です。名古屋城の中にお店あるんですか、はい、もう50年、60年ぐらいかな、55年ぐらい、はい、おじいちゃんの代から徳川風流拳、はい、翔太さんお疲れ様でした、はい、お疲れ様です、大体撮ったんですけど、はい、リンゴルフではゲストの人が必ず食レポをしなくちゃいけないのが最近流行ってきてまして。最近、はい、流行らせてますよね、はい、拝見してます。お願いします。ありました。こちらがさっき言ってたひつまぶし。ひつまぶしです。やっぱりこっちの地方に来たらうなぎは食べたいなと思って選びました、うん、はい、うなぎだいぶ量ありますよね。だいぶありますね、うん、でちょっとお行儀があれなんですけど、はい、もう裏側にもうタレがびっしり最初からかけてあってどこをご飯だけ食べても美味しそうな感じになってます。はい、じゃあいただきます。裏はしっかりとちょっと歯ごたえがある感じになってます。で中はちょっとふわっとしてるんですけどでもどちらかというとちょっと噛み応えがあるようなうなぎになってます。やっぱりタレをさっきお店の方に聞いたら何回も何回もこう足しているそうなのでやっぱりその都度その都度こうつけたうなぎの脂が落ちていると思うのですごくこう複雑ないい意味ですごく複雑な味をしていてすごい幸せですね。こんな外でいいお天気でゴルフ見ながら食べれるなんて。
本格的ですよね、そういう意味だと。店主の方もすごくこう自信を持って出しているっていう感じで、とてもあのギャラリープラザでもその簡易的なうな丼とは思いません。以上です、ありがとうございます、かけた様子です。色紙が、あ、ここで買うんだ、なるほどね、すごくいいですよね、うん、忘れたって時にティーフラッグにも書いてる、そう、ティーフラッグもペン付きで、うん、すごくありがたいです。座布団、座布団、感染グッズだ、感染グッズ、うん、あら、椅子もある、練習する、家でできます、練習できる、うん、こういうのもあるんですよ、 JGA 館ティー、ショートカンパンの人に写真を撮られると、ありがたいです、いやいや、頑張ってください。 JGA がブランド化してます、ブランド化してます、結構しっかりしてますね。あ、そうですね、はい、鎌倉シャツ、ちゃんとコラボしてるんだ、うん、JGA の、はい、はい、どうぞ、すいません、普通に普通に出てる人がこういうことやってる4年前出てるんですよはい、塩田さんお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、18番ホールに来ています。オープニングと一緒です、はい、日本女子オープンなんですけれども10月3日から4日間、繰り広げられますけれども、まあ、今日どうでした、待ってみて、今日すごくもうテレビで見る選手たちは普段やっぱりものすごく真剣な表情でもう淡々とやっている感じだったんですけど、練習日ということもあってちょっとそのオフショット的なところも見れて、でかつ真剣なショットも見れてすごく充実した気分でした、うん、もう明日からの試合が楽しみですよね。はい、いろんな選手が出てきますからね。そうですね、あのぜひテレビを見るということと、あとは当日券あるのかな、こんなにゴルフ場広いか多分あると思うんですけれども、当日券でいらっしゃってもいいかなと思います。はい、では、皆さんも日本女子オープンを楽しんでください。今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。はい。